白夜城、それは信念の在りかであり、永遠に陥落することはない。たとえ何度暗潮の危機が訪れようとも。私の体に意味を見出そうとするのは勝手だけど、あんまり期待しないで。鳥かごね。どちらかといえば、私を閉じ込めるためというより、あなたを守るため。日の出とともに秩序を巡らせるのは、日没後も生き延びるためです。私の命が尽きる日まで、この白い花があなたにぬくもりをもたらすよう願っています。なんでそんなに気にするの？なんでそんなに急いでるの？私たちは偶然通りかかった通行に。美しい模様が増えれば増えるほど評価はもろくなる。白夜城もまた同じこと。